こんにちは。自民党千葉2区支部長の小林孝之です。私の選挙区は千葉県の八千代市、習志野市、そして千葉市の花見川区となっております。2年半前に退職するまで私は財務省で11年間勤務してまいりました。その約半分を予算や税といった国家の財政、そしてもう半分をサミット、G20、 こうした国際会議、あるいはワシントンの外交官と経済の外交に携わってまいりました。特にワシントンでの外交官時代に世界における日本の存在感が急速に低下していくことに危機感を覚えました。経済規模が縮小し、国際競争力も低下し、そして人と人とのパイプも先細りしていくと、その中で決められない政治が続いていく。海外の友人からは、日本なんて未来ないねとか、あるいはジャパンナッシングだね、存在感ないね、揶揄されました。そうした中で政権交代を海外から見ておりまして、その前も後も小さな日本というコップの中で永田町が内向きな政局に終始をしている。このままだとこの国の未来はないじゃないかと、そんな危機感を覚えまして、怒りを感じまして、この政治の世界に挑戦させていただく覚悟を決めました。私は日本に活力を取り戻したい、そう思っております。そのためにも、特に日本の次の時代を築いていく若い世代の方々が希望を持てるような社会を構築していくこと、そのために私は日本に秘められた可能性に挑戦していく政治を追求していきたいと思っております。例えば先般ノーベル賞を受賞なされました山中教授の例のように、この国には世界に誇る高い水準の基礎研究がございます。あるいは世界ダントツの技術やノウハウを持った日本の民間企業、私の地元にも世界でたった一つしかない機械を使って世界の第一線でしのぎを削っている造船の部品メーカーがございます。あるいは日本には豊かな資源があると思うんです。確かに小さな島国かもしれませんが、この日本を取り巻く広大な海、世界6位の広さを持つこの海の中には、メタンハイドレートをはじめとする可能性を秘めた資源が豊富に埋蔵されております。あるいは世界第2位の面積率を誇る森林、緑の存在、あるいは第3位のポテンシャルを誇っている地熱発電、私小林孝之はこうした日本が世界に誇る魅力、強みを政治の力で官民一体となって世界に対してアピールし、そして思い切って貪欲に積極的に売り込んでいく。そうすることによって人口が減少しても経済を成長させ、結果として次の時代を担っていく若い世代の方々が思いを持って自分の将来のため、地域のため、あるいは国のために思い切って汗を流せる場を提供していく、そこに私は活力が生まれてくると思っております。最後に、2歳5ヶ月の娘の父親として次の世代に対して責任を果たしてまいります。選挙の前にだけ聞こえのいいことを連呼するような何の実現可能性もなく、次の世代に対する配慮のかけらも感じられない無責任な迎合政治とは一線を画してまいります。日本から世界を切り開いていく政治、そして次の世代に対してしっかりと責任を果たしていく政治を、私小林孝之は実現を目指して汗をかかせていただきたい、そんな思いで千葉2区から次の国政に挑戦をさせていただきます。まだまだ若輩者ではございますが、引き続きご指導を賜りますよう心よりお願いを申し上げまして、私小林孝之、自民党千葉2区支部長の挨拶に変えさせていただきます。ありがとうございました。